始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員ってか。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうとなると、お前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。ああ、立花はもう方々から情報を集め出した。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃ。おい、それじゃお前すぐ殺に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に終わる。俺が町を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構力。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。で、お前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが。お前が？ああ、織田っていう立花不動産の幹部が俺だが、その前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な仇に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。お前なあ。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。それじゃあんまり選択肢はないな。中道通り裏、新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。贅沢は言わねえさ。あいつ、あいつやる気みたいだぜ。上等じゃねえか。巻いたみたいだぜ。
ちょっと待てよ。あいつやる気みたいだぜ。上等じゃねえか。どうしな、まだ追ってきやがる。それにしてもおめえ着いたぞ。本当にこんなとこにあるんだ。そんじゃ入ろうぜ。ああ、無難な線だと。なんかパッ、それが片木ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道。ただこれじゃなんて。なら、おめえにぴった。うるせえな。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。なんでダメなんだ。これじゃスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着。それじゃあこれはどうだ。おう、さっきの柄物に比べれ。よし、これ。よ、これでどうだ、錦。何笑って。いや、やっぱ何着てもまるで片木に。ちっ、お前分かってるって。お前がどう言おうが俺はこの。え、おい、いいのか。全織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。そっか、よし。わ、何言ってんだ。あ、鼻から俺は。ありがとうございました。ああ、お前この後待ち合わせ。織田だ。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。だろうな。危なくなったらいつでも声。おお、来たか。おだ、酸が抜けてるぞ。おい、じゃ、だいたいお前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。ぜ、あんたに言われたく。あ、あれ、他にもっとマシな教育係はいねえのか。バカ言うなって。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつける。いちいちダダコ。さてと、それじゃあ早速始めっか。そいつが年の割に戦友屋。ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがない。戦友屋っつうのは、いらたく、いや、立ち退き。建物を占拠。ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがある。
けど、こいつを競り落とすと、そのせいで、本当はそこの住人、そういう子、戦友合わせ、それじゃあ、いや、そうはいかないんだ。か弱いビルに、力ずくで行けば警察沙汰になる。そん、おかしな話だろ。結局、ビルの買い手は理不尽な金を払わなきゃ。確かにな。けど、その金をなるべく払わずに済ませたいってのが、じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。キリュウ君の名刺だよ。これでやん。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を張る。わかった。いらっしゃいませ。バーカ、ここは二人掛けの席だろうが。ああ、それともお前他の席にし。当然。なんだよ急に。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。おい、まさか入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちが座るのは、それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。わかった。いらっしゃいませ。ああ、そうだ。いや、今は何もいらない。かしこまりました。ほう、なんだ。いやいや、見直したよ。客を待ちながら優雅にコーヒーすすろうなんてマナー。だがそこは元ヤクザってだけのことはある。礼儀に関しちゃ厳しくしつけ。あ、おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか、面倒なことになっちゃって。うちの新人で、キリュウです。山根さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そ…立花不動産の、キリュウです。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れ。だが残念、名刺がさ。あ、まあ、はじ桐生さんですか。こちらこそ。なるほど。お話聞く限り、山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。ええ、まあ。占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお、ね、私も年寄りですし怖くてね。もちろんです。時に山の井さん、早いとこ済ませたいですし。そう、500万、勝手に居座ってるだけのやつにか。
それはまあ安く済めばそれに越し、もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい失礼。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて。お察しします。でもご安心ください、うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ、ヤクザのエキスパート？いやこいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザ、時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな。ま、立ち抜き。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話。本当ですか。で、問題のビルというのは？天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお、ま、話は分かったな。要するに戦友屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺が。戦友屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たって切る。なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。は？相手が戦友屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろ。これもビジネスマナー。ま、菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。それじゃ。はあ。Hey.